ちょっと無駄な努力をこれからしないようなダイエットができたらいいなと思っているのでよろしくお願いします。これが計量に向かう前の午前11時ですね。65キロの体重を、落としました。で、ここから、20時、計量が13時にあるので、計量が終わった後にこれぐらい、体重を元に戻していきます。多分大体皆さん格闘技の試合とかってなんとなく見たことある人も多いと思うんですけど、リングの上で戦ってる時って、全然体重、その契約された体重じゃないんですね。みんな体重がしっかりと元に戻してきて試合をしてるので、計量の時はみんななんか本当にガリガリになってます。で、そこから戻してくるっていうのは格闘家のウェイトコントロールの技術です。で、まあこんな感じになってて、8月の今回見てください、こんなに丸くなりましたすげえ太くなりました。その時76キロぐらいかな、76キロぐらいで、もう3日ぐらいで11キロぐらい体重。仕事をやっていて、で夜もキックボクシングジムに来てるとかっていう人はこのアクティブ度が高いって言われるストーンになると思うんですけど、僕も結構運動週4、週5でやってるんですけど、僕自身も大体ここだと思います。仕事をやっていて、で夜もキックボクシングジムに来てるとかっていう人はこのアクティブ度が高いって言われるストーンになると思うんですけど、僕も結構運動週4、週5でやってるんですけど、僕自身も大体ここだと思います。日中はあんま何もちょっとパソコンにしてるぐらいしかやってないんで、運動時間は1時間ぐらいしかやってないので、まあ、真ん中だろうなと思って行動しています。なかなか普通の、仕事がデスクワークとかの人の場合は大体ジムに来て真ん中です。ジムに来てない人はここかなと思います。自衛隊なんかの人なんかはこれがかける 1.9 とか 2.0 って言われております。陸軍の人とかっていうのは、はい、目的に合わせたカロリー設定です。最後にちょっと例も出すので、体重何キロの人の場合っていうので出させてもらうんですけども、マクロ管理法に関してはかなり計算が足らないなってことですけども、まずは基礎代謝を出し、基礎代謝から活動代謝を出し、そして、1日に消費されるカロリーが、だって当たり前ライフスタイルになっちゃってるんで辛くないじゃないですか。だから多分なんだろうな、高校の時とか多分自転車乗ってた人も多いと思うんですけど、高校生の時とかそれが習慣なんで当たり前だから普通に乗れるけど、習慣から離れちゃった今だと自転車乗るのも辛いとか、子供の時歯ブラシを、初めて教わった時は、やろうとしてるけどうまくできなくて難しくて、それでだんだんできるようになって、今は多分当たり前に毎日歯磨きをするようになった。だから、無意識でボディメイクができるようにすることが今後の目標だと僕は思うんですね。ここが一番大事です。だけ言うと女性